美味しそう。いただきます。はい、どうぞ。美味しい。ちょっと久しぶりのデートということで楽しみやね。ワクワクしますね。けんちゃん、これにしよう。あ、すごい可愛いよな、うん、悩む、めっちゃ悩む。ホットチョコレート飲みに行きませんか？あ、ぜひ。前言ってたところここ美味しい。お好み焼きを久しぶりにやりたいと思います。おお。今日はネギトロアボガド丼とネギとオカメの味噌汁です。今から朝食です。いただきます。いただきます。うん、うん、朝は味噌汁にかけるね。間違いないです、うん、で、これはこれソース。そう、特製ソースです。何入ってるの？これ何入ってるの？醤油と、うん、みりんと、うん、お酒をちょっと入れてます。いただきます。はい、どうぞ。うん、うん、うん、美味しい。嘘。うん、うん、めっちゃ美味しい。今日何する？今日、うん、今日さ、ちょっと行きたいとこあるから、うん、教えてきてほしい。いいよ。うん、久しぶりじゃない？いいよ。一日一緒に休みで。確かに。出かけすぎも。最近どこもあんま行ってなかったもんな。最近もネットフリックス三昧だ。うん、もうアニメ三昧やったよ。そう、確かに。美味しいわ、ほんまに。ね、くれちゃん、今日のお洋服は何がいいと思いますか？かわいいな、今日も。マリアンだわ、うん、かわいい、やば。おいで、おいで、おいで、あ、おいで、かわいこちゃん。あ、いい感じ。どう？あ、いいやん、スカート。いい？うん、すごくいい。形も綺麗やしね、いいね。そう、じゃあこれでいこうかな。今から西川布団に寝具をまず見に行きたいと思います。今日はね、はい、何を買いますか？枕とかじゃないですか？うん、枕ね、欲しいよね。なんか今使ってる枕がもう3、5年ぐらいかな。結構なんかクタッとしてきてる感じになっちゃってるから、あと春夏用の、あの羽毛布団もちょっと見たいなと思います。まああとね、ちょっと久しぶりのデートということで楽しみやね。確かに、ワクワクしますね。それでは行ってきます。はい。気持ちよさやね。気持ちよさそう。このままいただいて、今日つけてるマスクです。どうですか、つけ心地は？なんかね、オーガニックコットンですごいつけ心地が優しいっていうか、お肌にも優しいし、なんかつけてて気持ちいい、ね、そう。2枚セットで売っております。布団のイメージがあったからマスク作ってるんで。そうなんです、マスクも、はい、すごい種類がたくさんあるんですね。シャリ感があるやつ、シャリ感。私もこれつけてみたいねんな。これじゃあ買って帰ろうよ。ケンちゃんネイビーの服よく着るからさ、これいいんじゃない？あ、いいね、それいいだろ。あ、でもグレーもあるよ。何色がいい？グレーやん。グレーがいい、うん、じゃあブルーとグレー1枚ずつと、はい、私は白2枚、はい。洗面所にさ、新しい棚届いたやん、うん、タオル新調したいって言ってたから。あ、そうやね。いっぱいあるみたいな感じです。確かに。下のタオルは、はい、今治タオルになってまして、さ、は、ら、い、にビニールコットンっていう色を使ってるので、はい、洗うたびにどんどん取れなくなる。あ、ほんまや、見て。ゼロ回の時より100回の時の方がボリュームがさ増してる。こういう色とか使いやすいんじゃない？あ、いいよね。うちの洗面所結構グレートーンやん。あ、結構気持ちいいね。気持ちいいよね。あれもいいね。ベ、あの、ベージュ？うん。触ってみて。いいやん。そんな指先で分かる？あ、そうだね。じゃあ買うならグレーかベージュかな。クマちゃんがいっぱいいる。
、さっき見てたムースパフで作られたクマちゃんです。これで体拭いたりできるんですか？そうですね。あのそらそどういう質問なのクマちゃんに触れてよどうクマちゃん、人形としてもタロとしても両方大丈夫？そうですね、プレゼントとかによプレゼントで渡すんだったらこうやってなんかぬいぐるみみたいにラッピングしてるものもあります。これバスタオルってことですか？そうですね、サイズはあの3種類ありまして、こちらの無地のタオルなんですけれども食感が違うので、どれがいいかな。同じベージュでもさ、色合いもちょっと違うし、あと肌触りも全然違うし、悩まないんだけど、どうしようかな。これ誕生日プレゼントとかに欲しい。気持ちいいけど甘綿がいいんじゃない？甘綿全部買えんのやろまあ、いいよね、めっちゃいいよな。うん、軽いし気持ちいい。これいいかも、ね、可愛いよな、うん、すごい種類があるよ。え、すごい、本気やきっちりやりたくて、ひと言もさせていただきます。お願いします。頭の形。わあ、すごい。まあね、ここから3年、5年の枕が決まってきますもんね。そうだよ。すごい慎重にやらないと、ここは。ここが一番大事だから。確かに。そう。1番と2番とか、この辺りは本当に柔らかい。で、どんどんこう、硬くなっていくので。ああ、硬くなっていくのか。4番、5番、6番は洗濯可能な感じです。パフめっちゃ気持ちよくない？あ、これやろ、うん、でも私結構エンジェルフロート好き、名前も好き。じゃまずは1番の枕。これ結構柔らかい。それ何で寝てる？1番。次はパフです。いきます。パフもいい。なんか柔らかさの中にちょっとだけ硬さがあるの、体感というか。なるほど。6番そば柄パイプ。なんかパイプも同じパイプでも全部硬さが違うくって、これが一番硬い感じして、あとなんか音もシャリシャリって言って気持ちいい。じゃあ次は、はい、制圧。ちょっと一番気になってたり、うん、まず柔らかいと思うんですよね。制圧の柔らかいバージョン、はい、柔らかー。ちょっと待って、柔らかびっくりしてます。これはちょっと柔らかいかも。はい、制圧の感じ、いいかも。なんかね、寝返り打った時に頭がぶれないっていうか。固めの方が好き？固めの方が好き、制圧は。羽毛と粒わか、うわー、気持ちいい。ホテルや。最高。あー、ラスト。あ、これめっちゃいいかも。わたとつぶわた。どう？なんか、あの、ホテルの枕の少し固めっていう感じ。先ほど違う。こっち。迷うなぁ、めっちゃ。なんか8番と9番がいいかも。だいたい仰向けか横向けじゃない？あと、うつ伏せしかないの。まあ、わかる。この格好よく見てる。ちょっと安心するな。これ見て、見てて。これにしようかな。決めたかも。どうする？8番ホテル、はい、前に寝ました。はい、これにするわ。1番の羽毛&つぶわた。羽毛&つぶわた、まるでホテル枕にします。勝手に名前変えちゃったけど、うん、ちょっと1枚入れてみます。はい、お願いします。あー、楽。違う、全然違う。これがない、さっきだとちょっと下がる感じに。あ、絶対あった方がいいです、はい、じゃあこれで決まった。羽毛布団の夏バージョン。まあ、冬すぎタイプなんで、まあ、なんかブランケットとかだと温度調整が効かないけど、こういうものだと温度調整が効くから夏でも羽毛布団でいいよってことですよね。洗濯機で洗える。あ、そうなんや、うん、はい、洗濯機で洗える。それはいいよね。めっちゃいいよね。夏めっちゃ汗かくもんね。悪い方がいいでしょ。悪い方がいい。羽毛布団の薄いタイプっていう形。めっちゃ気持ちいい。肌触りも
あ、でもこっちの方が好きかも。ふわっとしてますよね。生地がちょっとあの触り心地が違うので、これがなんかすごいふわっとしてて、あー、なるほど、そういう感じなんや。なんかさっきの方がいいかも。手で触ってるときはこっちの方がいいかなって思ったけど、かけるとさっきの方が良かった。なんかそこに300万円の布団見えたんですけど、かけてみてもいいですか？はい、体験してみたい。うわ、すごくない？触り心地やばい。嘘。最高級の間上がって、あ、ちょっと待って、やばっ。わ、すごい。どう？なんか、何にも乗ってないけどめっちゃあったかいみたいな。これにしよう。もうお金ないねん。あの、出る棒買って、この前。ほんとすごいよ。そうやね、なんかほんまに欠けてる気がしないのよ。いや、ほんますごいな。すごいよな。一生使う。間ずっと使われるか。結婚指輪よりこっちが欲しい。どうそれだって、はい。え、だって結婚指輪はさ、たまにしか作れない。知らんわ、そんなの。え、物ってんの？これ分からんの？うん、嘘やろ。ほんま、俺ほんまやらせとかじゃないから。まだかな。あ、こっちや。なんかほんのり暖かかったの。てかこれほんまに分からんかった。やばいやろ、アイガモ。楽しい。アイガモでしょ。アイダーダック、アイダーダック、気持ち悪い。あ、全然いい。気持ちいい。ケンちゃん、これにしよう。オッケー。めっちゃ軽い。さっきさ、まだタオル、うん、ほら、最後選ぼうって言って選ばないから。はいはいはい。一回じゃあ、ね、使用感もあると思うからさ、うん、お試しでちょっと買ってみてさ、よかったらまた今度買ってくる。じゃあ4種類あるけど、ムクワタっていうやつがいいかなって思ったの。いいんじゃない？いい？うん。なんかベージュと白を買いたいから、どう白とベージュか白とグレーっていうパターンか悩んでるけど、ちなみにグレーはこういうグレー。グレーじゃない、グレーかな、うん、あの家にやったらグレーのムクワタと、はい、白はじゃあこの穴ワタ、うん、どう、このセット。あ、いいんじゃない、上品ですね。甘わたと肉わた、はい、何個ずつ？1個ずついいんじゃない？1個ずつ？え、2個ずつ、うん、聞いといて、自分で決めてね。じゃあ、各食、はい、2セットずつ、はい、こういうラインナップでいこうかな。はい、まだ喧嘩せへんね。はい、決まりました。完成、下枕。あ、横の感じとかめっちゃいい。うん、確かにやっぱ首高くしなくてよかったですね。そうですよね。はい。はい、さっきよりいい感じです。はい。これでゆっくり寝れそうです。はい、ちょっと待って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 、消耗しちゃったからホットチョコレート飲みに行きませんか？あ、ぜひ。前言ってたところここ美味しい。私が世界で一番大好きな歌舞伎のホットチョコレートを飲みに行こう。行ってみたかった。Paradise, paradise, I'm taking you
the prize, yeah. Paradise, paradise, I'm taking you. Let's see the sun and have some fun. I'm so tired of living life. 美味しかった。今日も美味しかった。見た目ではわからないけど、板チョコもいつも通りゲットしました。じゃんじゃかじゃん。今日の夜ご飯はこの材料を見て皆さんお分かりでしょうか。山芋、長芋 100% のお好み焼きを久しぶりにやりたいと思います。イエーイ。何このお好み焼きソース。今日、ハンバーグのお好み焼き売ってたんや。はい、じゃあ混ぜていきましょう。スプーン、スプーンください。キャベツを投入して、はい、イカを入れます。これも混ざってる状態。うわー、すごいメレンゲみたい。やば。これね、長芋と山芋 100% やからすっごくヘルシー。多分なんか今回ちょっと長芋の方が多かったんじゃない。いや、グラムと一緒。なんかやばくない。全然。おお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 。めっちゃ綺麗や。うわー、綺麗できた。まんまる。すごーい。このソース欲しいんかな。なんかすごいショート使って言ったよ。何の賞なん。分からない。そこ大事や。味のや。味のやさん。はい。シーズン味をご家庭で持っていると。楽しみ。新しいソースどうなぜ、ね。どう？うん。あ、老舗の味するね。いや全然わからん。甘いの。甘くない。辛い？辛くもない。何なん？なんか下町のお好み焼き屋の味って感じじゃない？甘いやん。甘いかこれ。めっちゃ甘口やわ。甘口やね。うん。ケンちゃんはソースとポン酢で半々で食べたいみたいなので、はい、カットします。最高、最高。わーおわー、オイルのソース。うん、完成しました。食べようか。はい、いただきます。いただきます。私はほぼポン酢でも、このさ、お好み焼きのレシピさ、うん、前その出した時に、めっちゃ友達から何回も作ってるよって、一番連絡が来たレシピかも。すごい。で、今日はアサヒポン酢がね、ちょっと切れてしまっていたので、ゆずポン、これもすごく美味しい高知のゆずポン酢です。うん、めっちゃ美味しい。美味しいね。うん、最高。ふわふわの生地の中にレンコンのシャキシャキが入ってきて、食感がすごい楽しい。最高やね。うん、今日はほんまにいいものをゲットできたね。ああ、よかったな。うん、早速さ、枕とさ、うん、あの夏物羽毛布団、うん、使いたい。あ、今日、うん、いいね、使おうよ。うん、で、5年ぶりにさ、枕変えたわけやん。確かに、まとめてんじゃない。前もオーダーメイドで買ったやん、枕。うんうんうん。でもなんか今回、測り方とかも全然なんか違うよね、なんか。確かに、あんなに正確にさ、頭の形をね、あんな種類の中から、うん、全部試して、うん、選べるってすごいよ ね、 すごいね、うん、それはほんま初めてやった。で、あとさ、初めて今日、うん、歌舞伎さんのホットチョコレート飲みに行ったやん、うん、感想はどうでした。めっちゃ美味しかった、チョコレート。めっちゃ美味しいやろ。ねえ、ほんまね、雰囲気もいいしね。いや、ほんまにお店の雰囲気も最高やし、うん、歌舞伎さんもすごい素敵な方でしょ。すごい。はい、まさかの第2ラウンド、お好み焼き3枚。うん、
物をね。これはいいぞ。これ分からんの？嘘やろ。俺ほんまやらせたことないから。あ、こっちや。